皆さんこんにちは、ケイエンジェルです。いかがお過ごしですか？今日は私の Facebook グループ、私がクリエイトした Facebook グループについてのお知らせがあります。ですので、この YouTube のチャンネルでは、一部の皆様だけに関係しているのではないかなと思います。私のクリエイトした光のコミュニティグループ、ディヴァインエンジェルプレイス、Realm of Earth Angels and Lightworkers、 このグループは今月末をもって、解散というかクローズさせていただくことを決めました。私の独断です。私がこのグループをクリエイトして1年ほどになるかと思います。いつこのグループを作ったのか形成したのかはっきりは覚えていませんが、おそらく1年ぐらいになるのではないかなと思います。今まで、たくさんのメンバーの方々が美しい写真をシェアしてくださったり、ポエムをシェアしてくださったり、素敵ないろんな、写真やメッセージなどをシェアしてくださったり、本当にたくさんの方々がこのグループにメンバーとなってくださって、本当に心から感謝しています。ずっとこのままグループを続けていきたいなという、一時は考えましたが、私が作成し、私が、意図していた、私がずっとこのようなコミュニティを作り上げていきたいと意図してきたことが少しずつ、自分の趣旨と違っている方向に進んでいっているのではないかなと感じることが今までもちらほらあり、そして、初めはルールもない、どんな思想を持っていても、どんな仲間でも光の、仲間として地球を一生懸命冒険している同じ仲間として、みんなウェルカムだよ、どんな方でもやってきてくださいといったルールのないグループを作り上げようと思っていたのに、そのようなどなたでもウェルカムといった理由から、たくさんいろいろな興味本位やビジネスの目的で 使いたい、自分をアピールするために使いたいといった一部の人々も入ってきたりして、変なコメント、中でバッシング、中でこのグループの中で中傷する、またグループの中でまた枝分かれしていって、小さなグループがそのグループで知り合った者たちから結成されていって、そのグループが、私のグループにいるメンバーや、また私自身のことも時、ゴシップしたり、中傷のターゲットにしたり、そのようなネガティブな動きも実際に私の耳に今まで何度か入ってきました。そして私のグループ、このディヴァインエンジェルプレイスのグループだけではなく、 SNS の世界ではたくさん世界中で皆様も、きっと、耳にして目にしてきたと思いますが、このようなカメラの向こう、スクリーンの向こうに姿を隠し、自分のボイスも隠し、自分のアイデンティティを隠して、誰か、コミュニティの中で誰かをターゲットにしてアビュースする、中傷する、バッシングする、そのような行為によって、本当に罪のない人々が苦しみ、悩み、時には命を奪う、命を自ら捨てていくといったような悲しい事件も SNS の、このような Facebook や Twitter、Instagram があるからこそ、今の現代の問題としてそのようなことが世界中で浮かび上がってきています。ですので、私は SNS はとっても便利な面もあり、そして人々が国境を越えて、距離を越えてつながることができる、一緒になることができる、集うことができるといって素晴らしい面もありながら、やっぱり正当に使われていない部分も多く、自分のグループも含め、これ以上個人が、本当に罪のない個人が悩み苦しんだりターゲットになるというような、その発端となるようなグループを
自分も作り上げていきたくない、またこれ以上管理することもなかなかできなくなっている。私だけではなくチームのメンバーが何名かでアドミンとなってこのグループを支えてきてくださいましたが、みんなそれぞれにこれからも魂の道へ、それぞれが、進んでいく。たくさん自分の家族もあり、生活もあり、お仕事もあり、それぞれのワークもありということで、一日中いろんな、どんな投稿があるか、どんな人々がどのような発言をしているか、コメントをしているかといって、少人数ではこれ以上、管理することができなくなっていってしまった。そしてそれゆえまたどん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 、また私たちも自由であったはずの、本当にフリーでどなたでも大歓迎であったはずのグループが少しずつ少しずつ厳しくなっていって、少しずつ少しずついろいろなルールができてきて、これ以上自分の趣旨、自分の求めているところ、ことからずれていってしまったぞということで、やっぱり私には、私個人には SNS をこれ以上管理していくことができない、これ以上参加していくことができない、これ以上私が願っていた方向にまとめていくことができないのではないかといった意味で、このグループを今月いっぱいで解散させていただくことに決めました。もしあなたが、ディヴァインエンジェルプレイスの Facebook のグループのメンバーであったとしたら、本当に今まで短い間でしたけれども、光の一部としてあなたのエネルギーを、あなたの光を注いでくださって本当にありがとうございます。写真を、美しい写真をシェアしてくださり、あなたのメッセージやコメント、投稿をシェアしてくださった、皆様本当にありがとうございます。今月いっぱいでまた一旦リセット、光に戻します。グループのエネルギーを解散、拡散させ宇宙に戻します。もしあなたがメンバーであれば、私が一人で、グループの解散後、一人一人を、削除していかなければいけないことを、手動で行わなければいけないので、もしできましたら、自主大会として、あなたからグループから抜けるようにしていただければなと思います。今月いっぱい、来月になったら、もしきっとおそらくご覧になられない、もう Facebook のグループには入ってくださったけれども、一切、グループの投稿も読んでいない、全然動きも確認していない、またこのチャンネル、 YouTube のチャンネルももう見ていないよといったメンバーの方もおられると思いますので、来月に入ったら一人ずつ私や、少人数のチームのメンバーが、彼らを、退会させなければ、それをマニュアルで行わなければいけないので、もしできましたらこのビデオをご覧になってくださって、あなたがメンバーであったらぜひ自主大会してくださるように、お願いいたします。これからも私は、今までと変わりなく YouTube で、自分が受け取ったメッセージ、自分が成長のために役立った、自分が魂拡大、意識拡大のために、経験した、役立ったといったようなメッセージをシェアして、皆様にシェアし続けていきたいなと思っています。またこれから、新しいワークもあり、またこれ、ヒーリングのコミュニティ、ETR のコミュニティを立ち上げていくという責任もあり、また私のクリスタルのビジネス、クリスタルのビジネスもこれからしっかりともっと愛情とアテンションを注いでいきたいということもあり、限られた3次元、4次元のこの地球上でジャーニーを続けている以上、24時間、しっかりと光のコミュニティ、 Facebook のコミュニティを、管理することも難しくなってきてしまったので、私の独断で一度またユニバースにリセットという形で、みんなのエネルギーを拡散して届けて、ユニバースに届けていきたいなと思っています。 SNS は今後も、私は
積極的に参加していくかどうかは今の段階では分かりません。いろいろな世界中が今揺れ動いており、世界中の人々が SNS の投稿や人々の噂話などでリアクトされている、刺激を受けて、本当に恐れや不安の中に、舞い込んでしまうような現象が今見られているので、私は少し、SNS からソーシャルネットワーキングから一歩を身を引こうかなと思っています。 YouTube だけは別で、 YouTube は定期的に私が本当に降りてきたメッセージ、また自分がどうしてもみんなにシェアしたい、コミュニティのみんなに、ソウルファミリーにシェアしたいといったようなメッセージを伝えていくプラットフォームとして残しておきたいと思いますが、他 Facebook、Twitter、Instagram、私は今ほとんど参加しておりません。見ることもありません。人々の投稿を見ることもしていません。これからみんながいろんな形でインターネットを通してつながっていくことは本当に素晴らしいことだと思います。励まし合い、サポートし合って、そして勇気づけ合い、愛を交換し合い、目覚めのために使う、そのようなインターネットのコミュニケーション、 SNS は素晴らしいことだと思いますが、一人一人がいつも本当に肝に銘じておきたいのは、このようにボイスを隠し、自分のアイデンティティを隠し、顔をスクリーンの裏側に隠して、誰か一人の人、またどこかのグループをターゲットにして中傷したり、あることないこと、噂話、ゴシップの対象として、誰かが、血祭りにあげられるのを喜んでいたり、そのようなエネルギーが働いているSNS、 そのようにもしあなたが使われているのであれば、十分に気をつけていただきたいなと思います。それこそが私たちの波動を下げ、私たちのアセンションを遅らせる、コントローラーたちの一部のビーイングスたち、存在たちの意図だと私は感じています。それらの、トリックに、それらの計画に私たちが巻き込まれないように、私たちが騙されないように、しっかりと私たちは、外側の情報ばかりに目を向けるのではなく、自分の、探し求めている回答はいつもすでにここにもう用意されているのだということを知り、いくら自由に今 Wi-Fi 環境が豊かになって、どこに行ってもフリー Wi-Fi が使え、そして誰でもスマホを持っており、タブレットを持っており、インターネットを使うことができるこの世界で、一瞬にして、発言の自由、自由なスピーチということで、いろいろな人々がいろいろな思想を語っています。いろいろなセオリーを語っています。でも彼、その誰かの言葉をそのまま本当に真実だと受け取るのではなく、もしあなたが、自分で耳で聞いていて、自分で目で読んでいて、もしあなたがあなたのハートを曇らせてしまう、あなたの意識を、暗くネガティブにしてしまう、不安に陥れてしまう、なぜかどこか何か違うぞ、あまり心地よくないぞ、これは愛のメッセージかな、愛の領域から来るメッセージかな、ディバインのメッセージかなと問い合わせた時に、どうしてもクエスチョンマークが残るような情報、それらのインフォメーションは、あなたの真実にする必要がないので、そっと本を閉じる、新聞を閉じる、ポチッと、YouTube のビデオも、また SNS、Facebook の Facebook やインターネット、Twitter、Instagram のアプリを閉じる、そのように、本当に自分の内側につながることが一番今私たち一人一人に問われていること、私たちのハイヤーセルフが望んでいることだということを、みんなに、みんなも知って、惑わされないでください。一部の人々やビーイングスたち、存在たちのタイムラインに引きずり込まれないようにしていただきたいなと思っています。これからも常に愛だけが真実であり、愛だけが答えであり、私たちは
何をする時も、どんなことを決断する時も、誰と会う時も、誰と会った後も、このメッセージは、この会話は、これは本当の愛だろうか。神とつながっている部分のその人からのメッセージだろうか。神とつながっている部分の自分自身から湧き出てくる感情だろうかと、必ず自分に問うてみてください。これからもよろしくお願いいたします。 Facebook のグループ、改めて今まで本当にどうもありがとうございました。1年間あなたとグループとしてつながれたこと、そしてエネルギーの意識の交換、ビジュアルな交換も時にはできたことを、ここで改めて心から感謝します。今月いっぱいでディヴァインエンジェルプレイス、ラウムオブアースエンジェルズ&ライトワーカーズ、このグループは光に戻します。